ち、まだ町を見てないわよ。こっちに着いてすぐお城に来ちゃったもんね。どうだろう美咲、ここは間を取ってまず町を探検してみるというのは。間取れてない。もうカノンさん、どうしましょう。この人たち絶対遊びに行くつもり。あれ、いない？カノンさんは？さっきお城の食堂で昼ご飯を食べた時はいたのに。変ね。もしかして部屋に戻る途中ではぐれた？お城の中を物珍しそうにカノンは見ていたからね。気を取られている間にはぐれてしまったのかもしれない。大変、カノちゃん先輩迷子になっちゃった。カノンったら、一人で探検を始めちゃうなんてずるいわ。お城探検してるわけじゃないから。ここどこ？